未知の素材と技術でできた古代文明の建造物。くー僕のロマンをくすぐり上がるぜさあさあさあ早く調査に向かおうぜ湖で目撃されてるって噂の首長流に突然浮き上がってきた古代文明の遺産か。さすがに。 ただの偶然だとは思えねえよな久木さんは発明家なんだね水中で呼吸するデバイスや戦闘ロボットも作れるなんて僕もメンテナンスしてもらえないかなとても珍しいコバルトブルーの湖だねこれだけ水がすんでいるなら守り神さんもすぐ見つかりそうだ よししっかり探すぞどうも、あんたらのガイドを務めるガイウスだ。ゴミを湖に投げ捨てる奴がいたら教えてくれ。俺がそいつを投げ捨ててくる。この湖には守り神がいるんだ。たまに水面に現れて湖を見守ってくれてる。 運が良ければあんたも一緒に泳げるかもな。